電気ついてるけど、ちょっと見てみましょう。残ってるよね、弁当。弁当これしかないんですよ、ね。これとこれ。ああ、こっち何でしたっけ？これはね、サーモンで、うん、これが鶏なんですよ。はい。ちょっとサーモンにします。サーモンにします。はい。行った時閉まってる時間なんですよ。あ、そうなんですか。よかったです。今日空いてて。すみません。はい、一面買いました。鶏飯と。で、サーモン飯もあるもん、両方も買いましたわ。酒買いに行くか。ご注意ください。苫小牧駅です。地酒買いたいなと思ったけどね、セブンイレブンにはなかったです。地酒を買おうかなと思ってるんですけどね、なかなかそれらしい店がなくて、これあかんパターンかもしれん。せっかく寿司買ってるからね、地酒にしたいんや、ビールじゃなくて。このセコマートで買いました。この間なんかキャンペーンの時にね、チャージしたペコママネーというのが残ってたんで、それで支払いました。何年ぶりかになる日高温泉です。前は全通時代だったんで、
車時間が短いので早めに行こうと思います。
浜松のジプテ、向川です。日高線本線の今ここで終わりで、サラブレッドの里まで行かないですけど、まあ、たった3駅でもなんか30分くらいかかったな。これ間駅なくなってんのかね。せっかくだから駅して見ていきましょう。第5バスかと思った。違うみたい。はい、つらいです。遠投したし、いい感じでね。ここ立派な駅、これって作り直したんじゃないかな。こんな駅じゃなかったと思うんでね。ということで、日高本線多分もう来ることないやろな。そう思ったらなんか考えもよ。完全に芝引いたね。パリパリに引いたから骨が砕けようとしました。